スマイル大魔王です。ゴールです。それではまた秘蔵映像を探していきますが、はい、今回は近代兵器のみを使用してクリアしようと思います。よし。あのこちらのようにね、あの、あの下系の罠のみとかこの桶系のみを使用してクリアするっていう条件があるんで、これを真似して近代兵器のみで倒してみようと思います。敵はこちらの方。ということで、うん、一番ね、近代っぽいって言ったらもうこいつらしかいねえだろうと。考えてね、考えて3秒後に答えが出てる。近代っぽいって聞いて誰かなあっつって2人で、あーってそういえばってこれ以上近代っぽいって聞いないね、うん、ゲームキャラですから ね、 ポリゴンですからね。最近リメイクでいろいろ出てるって、そうそうそう乗っかる、リメイクブームに乗っかりつつっていう、ね、そう最後の幻想ということで、そうそうそう。さあでも結構強いらしいですからね、近代兵器だけで仕留められるかっていう。結局精神を削らなきゃいけないんですよね。めちゃくちゃ手でけえなもん、でかいね。遊戯王のデュエルディスクついてね、やりすぎ話についていけない、勝手に来て勝手に工場述べ始めるっていう。さあエレキテル、エレキテルが見してるよ、ほらクックック黒エレキテル。あ、名前はね皆さんご自由につけられるんでね、はい、ぜひお好きな名前をつけていただいてということで、うん、魔王扱いされてるわ。腹黒と、うん、おせんでもいいんだよね。あ、そうそっか、確かに。だって1回しかできないのね。あ、名前は極限格。じゃあ私がやり始めたデータで何にしようかな。ママのところに帰ったらどうじゃ。うわ、ほらお母さんね、お母さんね焼けてなくなった気がするんだ、クラフトのお母さん。さあ略略黙れ黙れ黙れ、よっしゃよっしゃよっしゃ、自炎を打つ。どうだどうだ。さあじゃあまず精神削りからお願いします。よし、はい、結構大変だったな。エアリスエアリス、目の奥がチリチリする、喉がカラカラ、喉が喉がカラカラで喉乾いてる。ははは、あの女のようにな。うわ、その女のように。エースのことか。エースのことか。ことか。いろんなのむちゃくちゃになってる。さすが悪大官。もうだんだんもう、うん、設定がブレブレで許さんって。ただの中二病だよ。いろんな漫画を読んだ中二病患者。はい。でサイヤ人になるのね。そうです。あ、リミットブレイクです。いわゆる。ああ、ビリビリ行こう。オッケー、まずはガンブツの準備ができたということで、悪大官2でね、うん、ゴルが死にかけたガンブツ射撃のね撃ちましょうと。あの枠の中に入んなきゃいけない感じかな。いや、その周辺ですよ。あ、周辺か、自分も今危ないぐらいか、はい、さあ、来い、星の命よ。結構その半分か。で、もう一個そか、これは弁天堂様がお乗りになられた白口丸ですね。さあね、その間にはい、あー、ある程度の精神を、あ、そっか、回復するのかな。そう、接しちゃうので。なるほど、削れてんのにもいけない。さあ、行きましょう。それここで危ない、行くぜ、行くぜ、暗い、当たれ当たれ当たれ、あー、ビリビリしてる、ダメだ、やめてよ。すげえ、すごい、吹き飛ぶからね。さあ、行くぞ、こんなこと、いけー、いいです、とも、いいです、とも、すべてのフォアを見てより、あったー、当たれ、当たんねー。あ、先にアルジュの方を、あ、そう、アルジュの方だ。ほら、つらい向きじゃないですか、この男に。自分も当たるのね。そう、当たるので気をつけて。なるほどね。暗い王将キャノン、ジェイマニアックママー。1ミリ残ってるわ。まあいいお膳立てということでね、これは。フェニックスの使った、倒れ方ガバガバ。そうだね、これいいお膳立てだよ。おいおい、目を刺せば完璧では。さあ、我々の科学の総結集を嫌がれ。来い、ヒデオン。まだない。
か死ぬので。死ぬので、やばい。くらえ当たれ当たる、おい、おぉなんで当たらんねん。これは、お前ええわって、どっか行けへんせん。マスラルル都に沈む。ドゥルルー勝ちましたな。やったの、いいぞ。ワイシラが。難易度的にありな感じの条件ではありそうだけどね、うん、心残りは白木島が当たらなかったっていう。あーそっか、使ったけど、そっか、うん、当たんなきゃダメ、当たんなきゃダメかな。こんなに頑張ってもし言われた。オッケー、はい、さて意外とありじゃないかと思う。 A ルートだっけ。 A ルート、 A ルートだからその1でさ、うん、ありそうで悪い。はい。えらかったね。そうだな。ぶっ。